どうもこんにちは、こんばんは、いわです。稲妻イレブン GO ストライカーズ2013全開からやっていきましょう。はい、ということで今回はできるだけ再現美濃登山中 VS 稲国ライモンということで、あの壁山平五郎が強化委員として加入した美濃登山中をねできるだけ再現していこうと思います。では早速エキシビションマッチやっていきましょう。チームの設定をしよう。はい、ということで今回のチーム名美濃登山中ということで、美濃登山ってことで、美濃登山って美濃門。では早速ゴールキーパー背番号1番城西健人役の強炎寺修也。まあなんていうか、まあ結構似てると思うんだよね。肌の色、髪の色、なんかもっともさもさしてるけど、なんか猿と強炎寺のフュージョンしたみたいな顔してるんだけど、まあ今回強炎寺修也、大人の強炎寺修也を選ばせてもらいました。では次ディフェンス、背番号2番前の大砲役の大で、まあこれはまあなんか難しいですね。まあメガネかけてて、まあなんかごつい、まあメガネかけててごついのがもう正直言って大連しかいなかったっていう点ですね。あと髪の色紫だったらなっていうのがありますね。背番号5番万里長峰役のマッチョス、まあこれはまあ似てるんじゃないかなと思います。なんかもっとフンってフンって顔がフンってしてるけど、まあマッチョスもこういう顔やれって言えばできるんじゃないかなと思います。背番号4番盛り上がりモコ役の壁山平五郎、あれこれはね、あのセカンドライモン、ファーストライモンの方の壁山平五郎なんで、まあこれあの壁山平五郎役の壁山平五郎じゃなくて盛り上がりモコ役の壁山平五郎です。もうこいつはもう壁山しかいね、このおにぎり。なんかあのクレヨンしんちゃんに出てくるマサオくんみたいな感じだね。背番号4番平田泰造役のおっとり、まあこいつは髪の長さ、その他もろもろ、まあガタイの良さ、まあごついんだけどね、おっとりちょっとプッチョリ系なんだけど、プッチョ系なんだけど、平田泰造はなんかごつい系だよね。背番号7番盾の達夫役のネイラ、まあガタイがね全然違うんだけども、このでかい目、このでかいなんかお面といった機械っていうか、まあそれもネイラしかいないでしょって感じでネイラにしました。背番号10番キャプテンの岩垣昇役の勇気、勇気城、なんかまあ髪の色まあ合ってる感じだよね。髪の色だけか唯一言ったら、いやでも、いや髪のこのなんかスーパーサイヤ人系、このスーパーサイヤ人上にツンツン伸びてる系が似てるって言って、まああとガタイがね、もうちょっとガタイ良かったらなって感じですね。背番号8番鉄格子心役のドルフィン、ニーズドルフィンですね。まあパッと見すげえ俺こいつだってなったんですけど、まあ髪の色なんか真ん中の少しだけ、少しだ真ん中の部分だけ髪の色は似てるんですけど、まあその他髪、目とか眉毛とか、まあ似てるんじゃないかなと思います。背番号6番ブロック積み雄役のサタナトス言いにくいよお前。まあなんというか、なんかね、こいつもね、初めてブロック積みを見たときね、なんかあれこれサタナトスじゃねってなったんですよね。背番号9番ウゴウサルミチ役の車田ゴイチ、まあ車田先輩ですね。まあいろいろ似てるんじゃないかな。背番号11番石壁ヤモリ役の鬼塚、まあ髪の色は違うものの、まあ髪の毛なんかくるくるツンツンってなんかわかる、なんかこんな感じじゃん。ということで今回僕が美濃登山中を再現したらこうなりました。で一応ベンチにね、壁山平五郎、本物の壁山平五郎、セカンドライモンのね壁山平五郎がいるので、後半から出していけたらなと思っております。では一応対戦チーム情報を見ていきましょう。これは少し前にね僕がドリームマッチに使った時の稲国ライモンです。まあ2つなで選んだ稲国ライモンなんで、まあ見た目は似てないかもしれませんが、まあこれを選んだ理由とかは説明欄に貼っておきますので、ぜひぜひご視聴よろしくお願いします。では早速試合やっていきましょう。さあでは前半開始。こっちの美濃登山中のエンブレムはダークエンペラーズ、ユニフォームはプロミネンスのアウェイユニフォームでございます。では早速試合やっていこう。俺たちの力を見せてやる。なんかお前って顔と声似合わねえよな。なんかこれ何、 OKOK この腰系ね。で車田先輩パス繋いで下げる。うわっ、ドルフィンが確かシュート技覚えてると思うので、まあそれ突破していけたらなと思っております。行くよって、行きますよ。で僕まだねアレスの天秤の4話を見てなくてね、ちょっとねあの続き壁山サッカーっていうよね、それほんとね見てなくってですね、ちょっと内容がまだわからないんですが、まあね楽しんでいけたらなと思っております。な、誰がおうっつった今、お何お前ダーク、あこいつダークマター打てるんだった。どんだけお前サッカーするんだ。 OK 今だ、ダークマター。
ではカブトムシのダークマター打っていきましょう。これは破れるかな。さすがに破れなかったか。まあまあこれ大電取っていこう。いや怖っ、前に大電、後ろに名前忘れた、誰だっけ、もう名前忘れちゃったけど、もう圧がすげえ。ここは止めていく。ああ取られる。これ待って、これ普通に考えて今回こっちキーパーゴインジ君なんで、シュート打たれたら終わり系です。まあ壁山君がね境界にいるということで、そりゃもうこっちのチームみんなねザ・ウォール使えて当たり前でしょう。今回ね、この今は亀山平五郎くんに、亀山平五郎くんが代役してくれてるんですけど、盛り上がりもこ、こいつやべえ、俺待って、俺ワンチャンこいつが一番好きになるって。お前に力なんかあったか。こいつね、マジで、一番好きになるかもしれない、このキャラ。かわいいよね、なんせかわいい。もう、マサオくんでしかない。マサオくんの上位互換、いや、マサオくんの方が強いかな。何を言っているんだろう。ナイス、こいつは何を覚えてるんだ。ユウくん。デビルボール。クレイモー。なんで僕は今デビルボール打ってたのかよくわからないのですが、これはどうしようかな。コメ力を借ります。いやお前コメ使うんじゃねえよ。ミッシュトランス。コメ。ね、あの急にそうやって、ね、あのミッシュトランスとか使っちゃうと時空の歪み発生して、いろいろなんか時間軸めちゃくちゃなっちゃうからやめてくれない？じゃあメガロドン、これはきついかな。属性も属性だしね。いやー止められる。これはやべえ。そう、ミノトウさん中よ。ミノトウさん中のキャプテン、俺普通にイケメンだと思うんだけど、これ学校でモテるやつだよな。あれだよな、言うて三国さんがライモン中でめっちゃモテてたから、まあ誰でもモテるよね。多分俺でもライモン中行けばモテると思う。ゼロ四。これは止められない。これは止められない。素晴らしい速さよ。よいしょ。これ車だ。車先輩何もできない。うわこれやばい、これ危ない危ない危ない。これガゼルじゃない、スズノか。うわこれ撃たすんだ、絶対撃たすんだ。ナイス壁山。え、何でお前登ってる思ってるの。それはチート。登れる。でね、確かね、今回稲国雷門中がディフェンスしかね、あの守りしか練習してないってことで、攻めを全然練習してないのに勝てるかなっていう展開だったと思うんですよね。天地雷鳴。いや待って待って、これは止めてやる。止めてほしいって言ってる自分が恥ずかしいわ。ゴール先制点が決まった。いつか太陽の元に出るんだ。これはどうしようかな。のましで決めていくしかなくなってくんだよね、ここまで来ると。ナイスセーブだ。何やってんだ俺。僕の体持たないね。早くベンチに下がった方がいいと思うけど。ちょっとあのさ、画面外でファールするのやめてくれマジで。これは取れる。オッケー。ドルフィン。うわこれあーやっぱり疲れちゃった。取られていく。これ待って、これ次、これ待って、これ追加点許したくない。さすがに追加点は無理。さすがに、いや止めろ。止められない。うこれはまあまあゴンジ君に任せよ。あお前止めろよな、ちゃんと。ナイス。オッケー。あこれ待って、ワンチャンゴンジで決めれる説。では後半からマッチョ下げて壁山平五郎役の壁山平五郎を出していこうかなと思います。でもこれ多分シュート破れるとしたらゴーエンジだよな。ゴーエンジちゃんと技、うん、マキシマムファイヤー覚えさせてるから、これワンチャンキーパー上がってシュートありだな。では後半やっていきましょう。観光は雷門中を応援しています。さあ後半
半戦。さあ後半戦開始で、一応こっちヒーローモード溜まってるので、防衛時が溜まり次第ヒーローモード使って突進でいい気がします。早くケロを攻めようか。よっしゃ行くよ。ナイススライディング。これじゃあどんどん後ろ下げて、ゴージ壁山下り迫力ありすぎ。じゃあこれまあ突進していこう。止めろ。行くぜ。お前マジでだけんな。ちょっと待って、5に下がんないで、5に下がんないで、5に下がんないで、やめてやめて、危ねえ。これはもうこっちのターンよ。これ5軸に持たしちゃったらこっちのターンよ。あらゆったし、はい決まった、これは決まりました、もらいました、よろしくお願いします。マキシマムファイヤー、エクスカリバーの完全上位とか、炎属性が追加されたエクスカリバーどうだ、受けてみよう。ちょ、やべやべキーパー戻れキーパー戻れ、ちょっと、あ、おおおおおお、待って、うん、待って、キーパーキーパーキーパーどこ、キーパーどこ、これこれもらうよ、これはもらうよ、もっと楽しませて、これはこれはなんだっけ、これなんとかヘッド、なんとかヘッド決めていく、これはこれワンチャンあるぞ。ヘッドバズーカガオー、ヘッドバズーカ打った後のさ、車田先輩ガオーって聞こえるんだけど、ゴッドハンド、まあ、ゴッドハンドは無理だよ。まあそれはゴッドハンドだよ。ナイス。ゴッドハンドはそれは無理だわな。やった、それはそれはそれはあかん。それはあかん。それはあかん。うん、ちょっと待って。うん、これあーやられましたね。バリスタ。ショット。わあこれはシュートブロック入らない。あーこれワンチャン止めるぞコメンティ。止めてやる。ゴール。俺たちが勝つ。なんか高円寺が止めるって言ってる自分が本当バカバカしくなってきたんだけど、この2点をどう返していくかな。さあ追いついてみせるよ。そりゃ俺もね、もう負けるわけにはいかないんだ。かかってこい。なんかこの BGM ずっとトゥントゥク言ってるように聞こえるんだけど、お前たちのこのシャカシャカマラカスの音がずっとトゥントゥクの音に聞こえてやばいんだけど、こいこれは、はい、決まあ、俺この展開何回見ればいいの。もうさ、俺さゴールポストに嫌われすぎだね。ゴールに嫌われてる男。じゃザウォールナイス。で、あこれワンチャンオフサイドだな。どうだ、ノーフ、オッケー。うわセンタリング早い、センタリング早い。サタナトス、サタナトスからのうーんと溜めてトーンってやって、あ無理だね、取られちゃう。ナイスタックル。ああこれはこれは取っていくよ。ザ・マウンテンだと。だだザ・マウンテン。よいしょ、ザ・マウンテン、なんといな、世界への挑戦編で覚えるはずのザ・マウンテンをセットさせてしまうという完全な失態を犯してしまいます。よいしょ、これどうにかない。あどうにもなんなかった、どうにもなんなかった。これ待って、そろそろさドルフィン溜まってない。これ取るよ、これ取るよ、あ当たり前よ。でゴンジ君が溜まってるはず、そろそろゴンジ君が溜まってるはず。オッケー溜まる、これはゴンジ君溜まる。俺のスピードについてくれは。オッケー溜まった、これワンチャンある、マジでワンチャンある。2,3と、わいわいより、あーお前空気の読めない醤油だな。ナイス、ラウンドスパーク。ゴールキーパーここまで上がってくるとかマジでも、あ終わった、あ終わった、あ終わった、これ俺待って、俺これずっとゴンジ君操作してみよう。アイロンガイサタノトス決まった、これこれ俺決めるから、これき、あ風間ねえこぐれ3と、いや無理無理無理、あゴンジ下がれ、はいゴンジキーパー、はいキーパー下がれ、キーパー下がれ、キーパー下がれ、はいはいキーパー下がれ。ナイスドルフィン。ドルフィンって稲妻イレブン3って確かボディが一番高くなる選手だった気がする。一番ではないけど結構高くなる選手。はいお前強すぎ。旋風陣待って、ここナイス、これはバーバリアンの盾かな。バーバリアンの盾、これほんと強いよね、バーバル。おー、スーパーアルマジロ。守ってみせる、守ってみせる、お前メガロドンで決められねえんだからよ。あ、やべべべべべべべ、お、これは最優秀。みんないけるっす。いや、いけ、オッケー、これ使うんだな、これ使うんだな。オッケー、オッケー。こ、いや、それのバー。バーバリアンの盾。まあこのバーバリア、うわタイヤ、これはマウンテンじゃない、ザ・ウォール。
あ、決まった。ナイス。これじゃあロングパス繋い、いや待ってお前風丸お前何それ。オッケーオッケー、マイボール。くっそ、ちょっと待って、オフサイド、それはオフサイド。オッケー、これもうオフサイド。僕たちもオフサイドラインちゃんとね整えておいたんだ。これはやばい。オッケー、ナイス。このまま攻めて攻めて攻めろよ。ポッポコポ。試合終了のホイッスル、勝利です。両者ともに気力を振り絞った接戦でした。0対2で稲国ライモンの勝利。これワンチャン原作通り説ない？はい、ということで今回はできるだけ再現、美濃銅山中 VS 稲国ライモンやってきたんですけども、いろいろとね、まあ一つ言うのが、俺はね久しぶりにこんなかがたいごついやついっぱい入れたなって感じですね。こう見るとマッチョス小せえな、なんか可愛い。この壁山2人後ろ、こうやって後ろに壁山いて隣にも壁山入れるとなんか小さく見える。これが遠近法っていうやつか。はい、ということで今回はここまでにして、この動画と同時刻に超次元YouTuber ことペガちゃんが美濃銅山中再現動画上げてると思うので、ぜひ、ね、そちらもご視聴よろしくお願いします。まあね、僕の作った美濃銅山中とペガちゃんが作った美濃銅山中どの辺が違うとかね、見ながら見てもらっても楽しいかと思います。では今回ここまでにして、また次回やっていきましょう。これからのアレスの天秤が楽しみで仕方ないです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントをぜひぜひよろしくお願いします。バイバイ。